ギャラリーさんにやってきました。こちらの2階が、ギャラリーの入り口になっているそうで、非常にモダンな建物なので、どんな作品があるのかまた楽しすごくすごく楽しみです。それでは行ってみようと思います。レッツゴー。グループ展だったんですけど、これからクルーと言われている LA の作家さんの、展覧会だったっていうのを、ギャラリーの方にお聞きしました。2020年の最先端の現代美術のシーンを知ることができる素晴らしい作品がたくさん並んでいて、胸を打たれました。本当に楽しかったです。ちなみに原宿のヤットストリートのラルフローレンの裏からもうちょっとジャンクヤード側に向かったところにあるので、ぜひこちらも行ってみてください。ギャラリー行くとからお届けしました。それじゃあ次のギャラリーに行ってみたいと思います。じゃあにバイバイ。ストリートアートの、展示だったんですけど、一番有名なところで言うとナゼさんですね。ナゼさんの作品は僕も何度か、グループ展とかで見たことがあって、この間も六本木の ANB、エンカウンターズだったり、あとは大阪の水山ギャラリーで開かれていたグループ展でも拝見したことがあって、その他の作家さんに関してはストリートアートですごい有名な方っていうのはたくさんいらっしゃっていて、かっこよかったです。じゃあ次のギャラリーに行ってみます。レッツゴー。これが元ビームスのプレスルーム。現在はビズ東京が入っているビルの3階にブランクギャラリーがあります。印象に残っている作品は、須藤春菜さんという女性作家さんの原画の作品が全て完売していて、作家活動を始めて2年ぐらいだっていうのをギャラリーの方から聞いたんですけど、モノクロのブラック&ホワイトの世界観でゴシックな服装とか好きな方とか、非常にファッション性も高いし、もうすでにファッションブランドともコラボしてたりする作品を作られてるっていうのをギャラリーの方もおっしゃられてたので、須藤春菜さんこれから注目なのかなって思いました。ブランクギャラリーからお届けしました。
コンクリートの建物に囲まれたマスは2016年にできたギャラリースペースです。右手に見えるドアの壁がギャラリースペースで、階段の奥を登ると実は2階もギャラリーエリアになっていて、そちらでも今回、展示が開かれていました。最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。もしよろしければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画を見てね。バイバーイ。